ゴールデンシロップは砂糖キビや天才が原料の砂糖を酸で処理して作られる濃い琥珀色をした天下糖である。別名でライトトリークルとも呼ばれる。様々な焼き菓子やデザートに使用される。見た目も粘り気も蜂蜜に似ているので蜂蜜が入手困難か高価な場合の代用品にもなる。1885年に発売された ライルズゴールデンシロップの缶詰1863年、おけやのオーナーとして成功していたアブラムライルは、借金の代わりにレンフルーシャーのグリーノックにあるグリーブ製党所の所有権を渡される。ライルは、製党家庭の副産物として、動物の飼料に使われる苦い廃糖蜜が生まれるのを知り、これを人が食べられるように調整して販売が可能か、どうかと考えた。数年後、 彼の政党事業が拡大して、ロンドンにも進出したのはこの考えを試す絶好の機会だった。ライルの所有するプレイスト,フトー不当政党所で、チャールズ・イ、e、ースティックが初めて、ゴールデンシロップのレシピを考案した。それ以前の数年間、イギリスでは、砂糖が急速に普及していたため、1880年に、チャールズは二人の兄弟、ジョン・ジョセフとサミュエルと共に、ロンドン中心部で、 佐藤分析書を解説。当初兄弟は、祖父とグラニュー糖を分析して正確な価格設定と税の支払いを計画していた。ライルの二つ目の正当書は、兄弟が分析書を設立した一年後に開業した。イースティック家が行っていた画期的な仕事が認められたチャールズとジョン・ジョセフはライルに招かれ、1882年にプレーストーフ島に研究所を設立。 ジョン・ジョセフは施設の最初の科学者となり、チャールズが協力した。翌1883年の輸入危機で砂糖の生産が停止。これが決定的となり、イースティック家は価格や税から砂糖の生成過程へと目を向けざるを得なくなった。危機感に駆られたチャールズは、副産物の配当蜜をトリークルのようにして、蜂蜜の味や粘土、 外観を模した口当たりの良いシロップへ変える実験を始めた。その際にチャールズは世界で初めてゴールデンシロップを作った。当初ゴールディと呼ばれた。それは木製の樽でロンドンの食料品店に送られていたが、1885年には象徴的な金属製の缶に入れて販売され、その豊かな色と強い風味からすぐにイギリス人の生活の定番となった。 ガンには腐ったライオンの死骸と蜂の大群の絵が描かれ、強いものから甘いものが出たとスローガンが掲げられている。これは旧約聖書の四式十四章に書かれたサムソンが妻を求めてペリシテ人の地を旅していた時の話にちなんだものである。サムソンは旅の途中でライオンを殺し、火が立ってから同じ場所を通ると死骸の中に 蜜蜂の大群が蜜の入った巣を作っているのに気づいた。サムソンは後にこれを結婚式で食らうものから食い物が出、強いものから甘いものが出たという謎謎にした。このイメージとスローガンが選ばれた理由は正確にはわかっていないが、ライルは宗教心の強い人だったので会社の強さかゴールデンシロップが売られている感を指しているのではないかと推測される。 1904年にはこのデザインを商標登録した。ゴールデンシロップは最初のガソリン自動車、食品の中ではコカ・コーラ、マーマイトよりも歴史が古く2006年にギネス世界記録が世界最古のブランドとパッケージとして正式に認めるに至る。ロンドン東部のプレイストーフ島にあるデートライルの工場ゴールデンシロップの成功を受けて1890年。 チャールズとジョン・ジョセフは新たな挑戦を始めた。醸造家用の砂糖キビ族やその他の添加糖の製造方法を独自に開発した後、チャールズはロンドンで製造を担当し、ジョン・ジョセフはオーストラリアのバンダバーグにある砂糖キビ農園を監督するために国を出た。チャールズが最初に作ったゴールデンシロップは強力なブランド力とユニークな風味の組み合わせで急速に国民的な 人気を獲得した。1910年にロバート・スコットが南極探検を行った際にはゴールデンシロップが補給品として選ばれ、1911年にはイギリス王室御用達となったのも重なりこの傾向は強まった。1956年に探検家がスコット隊の倉庫の残骸を発見した時、ゴールデンシロップは 完璧な状態で残っておりすぐに使用可能だったため、国民のこのシロップへの愛情はさらに高まった。1921年、ライルの事業は1859年にヘンリー・テートが設立した製党会社テートと合併し、テートライルとなった。2010年、同社は砂糖生成とゴールデンシロップの事業をアメリカンシュガーリファイニングに売却した。 ゴールデンシロップが作られる前の数年間は製造に特化した砂糖がイギリスに輸入されることはないに等しかった。大規模なメーカーが生産するには経済的に無理があったからである。第一次世界大戦中の砂糖配給の責任者として活躍し大英帝国勲章を授与されたチャールズは1928年にスラウ工業団地に工場を設立し、島の中でも特に ゴールデンシロップの製造を開始した。イギリス帝国、そして後のイギリス連邦の影響で、ゴールデンシロップは20世紀後半に世界的に知られるようになった。ゴールデンシロップはイギリスらしさの代名詞であり、消費者はビクトリア朝のレシピをほとんど保って使用している点に惹かれた。第二次世界大戦が始まると、チャールズは最後の発明をした。 全国的に蜂蜜が手に入らない状況を打開するためにオリジナルの製品に手を加えたのだ。その結果として結晶化したゴールデンシロップから作られた蜂蜜の代替品が生まれスラウの工場で製造された後に国内の食料品店で販売され始めた。この代替品をもってパンやバターに塗ることが可能になった。チャールズが考えた製法の原型の大部分は止めているが、 製造技術の進歩と法律の改正で製品は変化しつつある。2020年から過去15年の間にベーカリー製品への水素解用紙や非天然の食品添加物の使用が禁止された影響でゴールデンシロップの色合いや味は変わった。結果的に1970年代以前に製造されていたものと同じように色が濃くなり味も強くなっている。 オーストラリアで販売されているゴールデンシロップのボトルツッカー流ンシロップ。ゴールデンシロップは砂糖キビや天才を原料とした製品が様々な名前で世界中に広く流通している。ライルズゴールデンシロップは事業を受け継いだアメリカンシガーリファイニングがテートライルのライセンスブランドで製造しており、イギリスで最も有名なブランドの一つである。 同国には他に二つの製糖会社があり、ブリティッシュシュガーはシルバースプーンのブランドで同等の製品を製造しており、ラグルスはイースティックスラグースのブランドで製造している。南アフリカではイロボシュガーが製造した国産のゴールデンシロップと輸入品のライルズゴールデンシロップの二つのブランドが普及。従来のゴールデンシロップに加えて、 カエデ等の香りがする派生品も販売されている。オーストラリアでは CSR リミテッドが主な生産者だがバンダバーグシュガーやスミスでも生産されている。ニュージーランドでは19世紀後半からチェルシーシュガーリファイナリーのゴールデンシロップが有名になった。カナダではロジャースシュガーのゴールデンシロップとライルズゴールデンシロップが販売されている。 ライルズゴールデンシロップの容器は瓶と伝統的な缶の2種類がある。コーンシロップと添加糖を混合したキングズシロップのゴールデンシロップはアメリカの多くの地域でメープルシロップ等と一緒に販売されている。ホールフーズマーケット、コスト、プラスワールドマーケット等の専門店や、 国際的な面を持つ店では、イギリスのライルズゴールデンシロップが数種類のパックで販売されている場合が多い。ドイツでは、ツッカーリューベンシロップと呼ばれる類似の製品がケルンの西部で人気である。ドイツのツッカーリューベンシロップには、砂糖キビから作られるゴールデンシロップに似た金色のものと濃いトリークルに似た茶色いものの2種類がある。 最も知名度のある生産者はグラフシャフタークラウトファブリークで100年以上にわたりツッカーリューベンシロップを生産している。同社のツッカーリューベンシロップはほとんどがサトウキビから作られたもので、サトウキビから作られたゴールデンシロップはドイツの市場では非常に珍しい。ドイツのシュネーコッペはフリューシュティックスシロップと呼ばれる製品を製造しているが、これは 金色のシロップに蜂蜜の味を模した天然香料を加えたものである。スウェーデンとデンマークでは天才を原材料にした色が薄いタイプと濃いタイプのゴールデンシロップがある。ゴールデンシロップはニュートン流体である。その密度は室温で約 1430kgm、粘度は摂氏12度で210パスカル S である。ありがとうございます。